最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってサンダーガルチ、残り 200m、 先頭はサンダーガルチ、一気に捉えるか。ギンバーカントリー、ギンバーカントリー抜けた。2番手はビクス&バレーズ、ギンバーカントリー1着、ギンバーカントリー1着、2着にはどうやらビクス&バレーズ、勝ったのはギンバーカントリー、見事な勝利です。こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ミッドナイトコンコルド前に行きそうです。バイスクルーズそれに続いています。さらにはマウントウイング、4番キーオブラック、その後ろサラトガメモリー、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはバイスクルーズ、内からはプラウドリーフ、その外からミッドナイトコンコルド、内からはマウントウイング、ビクトリーブレイブ、そのうちに続いています。その隣にキーオブラック、その外からホットスコープ、その外にノースガード、サリアムール、そのうちに続いています。その外にサイエダティ、ビクトリーダイヤモンド、そのうちに続いています。その外にオートバレー、その外からキュートワース、しんがりからサラトガメモリー。ここでミッドナイトコンコルド先頭に変わりました。まだ粘っています。キーオブラックほとんど差がありません。ホットスコープ3番手、大外から黒の帽子、ビコーペガサス、伸びてきた。最後の追い比べ、先頭はビコーペガサス、ビコーペガサス先頭、2番手はキーオブラック、残り 200m、 ビコーペガサス先頭だ。残り 100m、 ビコーペガサス先頭、キーオブラック追いすがります。ビコーペガサス、ビコーペガサス1着、2着にはどうやらキーオブラック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ビコーペガサス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ティナーズウェイ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくティナーズウェイ行きました。続いて前へ行くのはタイキブリザード、さらにはギャラントノバ、11番ダンシングメロディー、その後ろ。それでは先頭からティナーズウェイ先手を取りました。すぐ後ろにダンシングメロディー、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。先頭はタイキブリザード、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。少し離れてティナーズウェイ続いています。これに続くのがギャラントノバ、並んで3番エルナンド、ダンシングメロディー、この馬もこのグループ、ケープダンサー、すぐ後ろ。その外にハイフレンドイースト、さらにはエイコーンパス、その隣にベストウィンズ、その横にフラッシュリング、その外にオンウィッシュ。先頭は依然としてタイキブリザード、ティナーズウェイほとんど差がありません。ダンシングメロディー、3番手タイキブリザード、これはいい位置につけています。さあ先頭に立ったのはダンシングメロディー、差はほとんどありません。2番手はティナーズウェイ、追いすがります。やはりタイキブリザード先頭だ。タイキブリザード先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 タイキブリザード先頭だ。タイキブリザード差を広げる。2番手はオンリードワイヤル、タイキブリザード今ゴールイン、段違いの強さです。タイキブリザード1着、
2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。タイキブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はカワチシェル、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手は東海アクトです。カワチシェル今ゴールイン、段違いの強さです。カワチシェル1着、2着は東海アクトです。これは桁外れの強さだ。カワチシェル4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったマジカルアフェア、大隅タイクーン先頭、2番手はマジカルアフェア、追いすがる、やはり大隅タイクーン先頭だ。大隅タイクーン先頭、差はほとんどありません。大隅タイクーン粘る、萩野リアルキング迫る、大隅タイクーン、大隅タイクーン1着、2着にはどうやら萩野リアルキング、大隅タイクーン見事1番人気に応えました。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はサードノワール、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 サードノワール差を広げる。2番手は親ベース、サードノワール1着、サードノワール完勝、サードノワール1着、2着はミスタールドルフ見事に勝ちました。サードノワールミスタールドルフ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
府中の芝2400メートルという過酷な条件に果敢に挑む乙女たち。今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優駿牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のプライムステージゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ウィルビーコスモス、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。アドマイヤレーブ前に行きそうです。ウィルビーコスモス、それに続いています。さらにはプライムステージ16番エイシンサンサン、その後ろ後方に控えたのがエトワールダーク。もう一度先頭からウィルビーコスモス先手を取りました。内からはアドマイヤレーブ、ピンクの帽子、プライムステージ、その後ろ内からはコンサートサマンサ、並んで8番アポロフライヤー。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のダンスパートナー現在先団です。もう一度先頭からエイシンサンサン先手を取りました。すぐ隣にアドマイヤレーブ、すぐ後ろにプライムステージ、さらにはウィルビーコスモス。1000メートルを通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはエイシンサンサン、間が空いてアドマイヤレーブ、並んで18番プライムステージ、すぐ後ろにウィルビーコスモス、好位置をキープしています。ダンスパートナー内からはコンサートサマンサ、青の帽子アポロフライヤー、その後ろ OK キーを通過していきます。さあ先頭は依然として16番エイシンサンサン、2番手はアドマイヤレーブ、プライムステージ、3番手大外からオレンジの帽子ダンスパートナー、伸びてきたエイシンサンサン先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はプライムステージ、先頭を捉えるか。ダンスパートナーいっぱいになった。ここで先頭はダンスパートナー、残り 200m、 先頭はダンスパートナー、コンサートサマンサ必死に追いすがります。2番手はコンサートサマンサ、ダンスパートナー1着、ダンスパートナー1着、2着にはどうやらコンサートサマンサ、ダンスパートナー牝馬2冠達成。あとは秋華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ。